おはようございますでしょうか。関西テレビの高橋と申します。マイコプラズマ肺炎の件でお伺いします。最近ですね、マイコプラズマ肺炎の感染者数が増えていますけれども、このあたりの知事としての受け止めと、大阪府としての対応を考えられているところがあればお伺いします。はい、マイコプラズマ肺炎が非常に増えて、流行している状況です。全国的にも流行していますが、大阪も流行しています。7月までは非常に急激に右肩上がりに上がっていって、8月は高い水準で推移をしているというのが今の現状です。とりわけマイコプラズマ肺炎は子どもがかかりやすいので、これからまた学校が始まりますから、その学校で広がる可能性もあると思います、夏休みが終わって。なので基本的なワクチンとかがあるわけではないんですけれども、基本的な感染対策、咳エチケットであったり、マスクであったり、そういった症状が出た時の基本的な手洗いであったり、基本的な手洗いとか咳エチケット対策、それをぜひ取ってもらいたいと思います。まだ咳等が非常にひどい状況になっている場合、この状況をお医者さんに連絡した上でですね、ぜひ早めに医療機関を受診してもらえたらと思います。なのでやはり7月まではぐっと右肩で上がっていって、そしてそのまま下がるんじゃなくて、ほぼ横ばいで8月は高く推移しているというのが今の現状です、マイコプラズマ。でこのまま学校が始まりますから、で子どもたちに多い病気なので、そういった意味では学校内で感染が広がる可能性があると思いますから、基本的な感染対策、手洗い、咳エチケットをしっかりやっていただきたいというふうに思います。今全国では3番目に多いという状況です。おはようございますでしょうか。よろしいでしょうか。本日政務に関するご質問を予定されている人はありますでしょうか。少々お待ちください。